ピップトーン軍はアメリカ合衆国テネシー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は6万1081人であり、2000年の5万1271人から19.1%増加した。軍庁所在地はコビントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ピップトーン軍はミシシッピ州とアーカンソー州にもまたがるメンフィス、 大都市圏に属している。メンフィス市のあるシェルビー郡が南に接している。ティップトンフェーズと関連地現在のアメリカ合衆国南部には、紀元前1万年頃からパレオインディアンとその後のコキインディアンが狩猟採集社会を作っていた。西暦800年から1600年頃、ミシシッピ川デルタにはミシシッピ文化のマウンドを構築するインディアンが住み、後には ウッドランド期に発展した。ティプトンフェーズとは、ミシシッピ文化の地方的な表現である。ヨーロッパ人との最初の接触が起きた時代、すなわちエルナンド・デ・ソトの遠征隊が到着した時に、現在のティプトン軍領域に従でいた。ミシシッピ文化が終わる時までに、この領域は地下相続インディアンの領土となった。地下僧族の正確な出自は不明である。1800年頃、 ヨーロッパ人が、それまで数世紀も地下層族が住んでいた、ミシシッピ川東の地域に入り始めた。西テネシーと南西ケンタッキーにあった地下層族の土地は、ジャクソン買収で譲渡された。1818 18年、タスカルーサ条約の調印によって、土地の譲渡が合意された。1811年と1812年に起きた、ニューマドリード地震によって生じた地形的変化のために、 現在、ティプトン郡となっている領域の一部は、ミシシッピ川の流れが変わったことで、テネシー州から切り離された。この地震で、レベリーの町近くでミシシッピ川が流れを変えた。古い川床は、レベリーの西にある。現在の川は、レベリーの東にある。このことで、レベリーは、アーカンソー州川の岸にあり、一方ティプトン郡領域の大半は、ミシシッピ川の東、すなわち、 テネシー州側の岸にあるティプトン軍は1823年10月29日に南に接するシェルビー軍から分離して設立されたその領域は元地下相族インディアンの領土だったところから得られた軍名はアーミステッド・ブレビンスの父ジェイコブ・ティプトンにちなんで名付けられたティプトンはシェルビー軍の組織化を監督したものであり北西部領土をめぐる 紛争の中で1791年にインディアンに殺されていた。ランドルフトリデカを過ぎる北軍の艦隊。1865年、ミシシッピ川で初期の蒸気船による攻撃は、ティップトン軍で繁盛した。1830年、軍内では初期の開拓地であるランドルフの町が州内で最も重要な出荷店となり、その優越性をめぐってメンフィスと競ったが、 その後は衰退していった。この町はミシシッピ側に望む地下層がけのあり、戦略的に重要な位置にあったために、南北戦争の時には近くにランドルフトリデとライトトリデの二つが建設された。ティップトン郡に最初の鉄道が開通。1873年7月にはメンフィスパデューカ鉄道がコビントンまでの路線を完成させた。 メンフィスとコビントンをつなぐ電信線は1882年に開通した。1894年、コビントンの街には電気が通った。1898年からはコビントンで浄水の供給が始まった。1922年、コビントンで道路の舗装が始まり、1929年からは天然ガスが使えるようになった。 コビントン市の南主要歴史地区は19世紀末から20世紀初期にかけて約50個の住居があり、現在も残されている。南北方向の幹線道アメリカ国道51号線がティプトン郡を東西に2分しており、コビントン市を抜けている。西側郡境はミシシッピ側であり、対岸はアーカンソー州である。ただし、 1812年のニューマドリード地震によって、ミシシッピ川の流れが変わったために、レベリーやコロナなどいくつかの町が、アーカンソー州側の岸にあり、飛び地のようになっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は475平方マイルであり、このうち陸地459平方マイル、水域は15平方マイルで、 水域率は3.23%である。ピップトン群はニューマドリッド地震帯の南東端にあり、地震の危険性が高い。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アメリカ合衆国国勢調査局による2006年統計では、群の人口は57,380人、22,551世帯となっていた。 2000年の5万1271人から6年間で11.9%増加していた。人口の50.7%が女性、49.3%が男性である。人種別構成比では白人79.2%、黒人18.8%、インディアン0.4%、その他1.6%だった。 コビントン市自然センター大駅兵記念碑前に置かれた大砲背景の標識にはネイサン・ベッドフォード・フォレストの最後の言葉が書かれている2007年撮影ティプトン軍博物館はコビントン市にあるここには南北戦争時代の軍事的な展示物などが置かれている地元の動物の剥製やマストドンの骨の破片が自然史の展示物になっている 博物館の隣には20エーカーの公園と0.5マイルの歩道がある。自然の森と人工の湿地には亀や鳥など地元の小動物が生息している。博物館前の大役兵記念碑は戦争で命を失った軍出身兵士を記念するものである。この博物館は日曜日と月曜日が休館日であり、公園を含め入場は無料である。 ティップトン軍博物館に展示されている南北戦争の美品2008年撮影ありがとうございます。